はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、青森県奥入瀬町にあります土器商会さんの方に来ております。今回ね、はい、土器さんとこの新商品というよりも、まあ、あの私の映像的には馴染みがある、あの商品が、はい、なんと土器さんとこの車についてたんで、そうですね、ちょっと回してみましょうというところで、ね、はい、あのいろいろお話聞いてみたいと思います。土器さんよろしくです。お願いします。はい、はい、ということで、うん、土器さんとこのこれあれですよね、新型アトレ。そうですね、アトレですね、うん、ね、うん、新型アトレに、うん、なんでこう、猫又さんのラクダニがついてんの、ね、はい、うん、これやっぱ私もやっぱあの前島さん、はい、にはお世話になってるんで、うん、まあ、やっぱり商品出たよってことで、うん、使えるなら使ってみてってことで、うん、やっぱ今つけてみたらやっぱこんな風に使えるよってことで、うん、なんかあれですよ、私とあの猫間さんいつも映像撮ってますけど、うん、なんかね、一番ちゃんとした映像になっちゃう。そうですか。はい。ま、でもだってうちらに、うん、はい、あの二、この二人に、はい、サーフボードはないもん。ないですか。お家にないもん。はいはい、そんなの。うん、ね、うん、これはだからあのサーフィンボードも積めるし、うん、まあ私たち好きな釣りだったり、あ、釣りだね、まあ、ロットホルダー系にもなるし、うん、サーフィンボードの、うん、あの、まあ、なんか台にもなりますね。ベースになっているというところで。はい、でも、うちの人は、はい、結構ね、こうサーフィンとかやるの？いや、多いですよ、やっぱし、多いの、まあ、スノボーも行けますよね、これだったら。あ、そうだね、ボードね、うんうん、だからやっぱりあのそんな感じにハードに遊ぶ方たちだったり、うん、それに自由にやっぱこれできる設計で多分作ってると思うんで、うん、まあ、オプションつけてって、うん、あの補強入れて、うん、物を抑えるものをやったり、うん、あとはやっぱこんな体出てるとこってないんで、うん、やっぱりそこは面白いですよ ね、 ね、はい、ぴったしだなと思って、うちにとってはね、うん、散々あの私の映像でね、ラクダに紹介してきましたけども、はい、一番ね、はい、あ、これ今回使えるっていう使いますよ、本当に ね、 ね、うんうん、そうですよ、そう、うん、だいたいね、私も、まあ、猫間さんもこうキャンプ系をするので、はいはい、それこそ、ね、テーブルとか、はい、まあ、あの椅子ね、はい、を、まあ、例えば上に置いたりとか、はい、で、まあ、イレクターパイプでこうベッド、はい、ベッドとかね、はい、棚作る時の、うん、まあ、こういう、なんていうのかな、ベースの、はい、まあ、パイプ、はい、として、こう、ラクダに。多分ね、うん、お客さんもそんな使い方してるはずなんですけど、うんうんうん、ね。やっぱこういう使い方を、私たちだとやっぱこういう使い方するんで。ね、うん、そうなんですよ。今ね、ちょっと打ち合わせしてる時に、あ、わかりました。サーフボード持ってきます。あのね、あそこを、あのかっこよさ、あのかっこよさに、あのかっこよさあったんだけども、そういう時にかけてね、ビデオ回ってない。そうなんですか。そうです。あ、ちょっと、はい、あれだってかっこよかったよ。あ、そうです。あ、じゃあちょっと、サーフボード持ってきますね。はぁ、みたいな。何それ、みたいな。うん、ね、はい、うちにはあれですよ、ダイソーのまな板しかないんだけど、こんな平べったい板。あ、でもね、これもね、うん、今、この話では関係ないですけども、はい、サーフィンボードは神奈川の、うん、藤沢かな、うん、そちらでショップやってる AC シェイプさんっていうと、うん、板なんですけどね、うんうん、そういうのもうちでやってるんで。え、そうなの。そうです、ボードも売ってます、サーフィンボードも。あ、そうなの。はい、オーダーして。すごいじゃない、はい、ちょっとあれだね、もう遊んでばっかり。いや、遊んでないよね。遊んでないですよ、ここ最近。遊んでないよね。そうですね、いつもなんか遊びに行こうって言うんだけど、はい、真面目にずっと仕事してるし、はい、ねえ、はい、ねえ、まあ、昨日の夜はどこ行ったか知らないですけど。いや、それはないんです。あ、ないですね。食事はね、しましたけどね。はい、一緒にご飯、はい、はい、食べて、はい、ある意味ちょっと真面目に、はい、いつも若話しかしないけど、ね、真面目に会議しましたね。はい、そうですね。はい。はい、ね、っていうところで、まあ、こういうね、あの、ラクダに、これ自体は、はい、独産のとこでも、うん、扱ってるというか、そうです、売ってるというか。そうですね。うん、依頼かかれば、仕入れて、うん、まあ、取り付けできないというと取り付けもしてあげますし、はい、まあ、そんなね、取り付け自体は難しい商材ではないんですけど、まあ、女性だったりね、うん、付けれないって方たちは、そう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 、うん、はい、まあ、やっぱりね、ちょっとこう、まあ、ボディの加工はないですけど、はい、まあ、ボディに手かけるんで ね、 そうですね、ちょっとできないなっていう人はね、土器さんのとこで、はい、やってもらってと、そうですね、いうところで、はい、まあ、今回ね、これ新型アトレなんですけども、はい、ね、まあ、エブリとかハイエースとかデリカかな、はい、まあ、そこら辺こういろいろラインナップしてるんで、ね、ちょっとお問い合わせというか、はい、いろいろね、活用。まあ、そんな高いもんじゃないんで、はい、はい、活用していただければと思います。はい。はい、ということで、なんとですね、もう猫もさんいません。あとよろしくって言って、はい、ね、私たちに投げられて、はい、私たちはどうしよう。
いうところでね、もう2人でやらなくていいんじゃないか。いやいや、言ってないですよ、もう言ってないですね。はい、はい、まあ、あのなかなかドキさん、はい、ここ最近もお年入れられないんで、ね、新しい手を考えたいと思いますけども、はい、はい、まあまあ、ちょっとその冗談は置いといてね、はい、今回、ラクダリーの、はい、まあ、新型アトレイのハイゼットも多分つくのかな。そうですね、うん、はい、ね、ですね、アトレイとハイゼットにつく、はい、ラクダリーを皆さんにご紹介いたしました。はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。